はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、スーパーリーグのお話やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、来週からですね、もうエントリー始まってるんですが、来週がですね、スーパーリーグがね、開催されるんですよね。こちらですね。はい。ということで、えー、1月の8日よりですね、まあ、月曜日からですね、来週のね、 まあ、ゲイシュンスーパーリーグ、グレード84以下がね、開催されるということで、これ、まあ、ちなみになんですけど、J クラって、まあ、普通にデッキ組むと、グレード84以下ってほぼ使わないんですよ。うん。まあ、たまにあるけどね。まあ、たまにっていうか、まあまあ、まあでも、好んで使われるグレードじゃないんですよね、普通にね。ということは、まあ、戦力として見るのが、まあ、正直ここぐらいしかないというタイミングなんですけれども、まあ、これに対してどれぐらいの、 まあ、例えば、育成をすべきなのかとか、やり、なんていうかな、まあ、モチベーションで挑むべきなのかとかね。まあ、どういった具合で、まあね、えー、まあ、その育成とかをしっかりと組み込んでいくべきなのかというところの話をね、まあ、今日は動画一本使って、はい、ゆっくりとお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、スーパーリーグといえば、まあ、やっぱレギュレーションがあるんですよね。うん。で、これ別に毎回、まあ、そうですね、大体タイプ別とか多いですけどね。 はい。今回はね、グレード84以下ということで、結構ね、これに関して言えば、まあそのタイプ別とかに比べると、みんな結構ね、それなりにね、組みやすいんだよね。実はね。うん。ある程度組みやすいっていうところがあります。まあだからこそね、どれぐらいで挑まないといけないのかっていうのは逆に難しいんですよね。はい。報酬をしっかり狙っていくのか、狙っていかないのか、もう妥協するのか、例えばまあピースとかね、その強化素材とかもだいぶかかるわけですよ。 まあそれに対してどういったぐらいのね、まあ強化でいくのかというところなんですが、これまずですね、まあ手始めにですよ。まあ皆さん目線で言うと、まあそもそもあなた、あなたグレード84以下に自信ありますかというところから始まりますよね、当然ね。まあこれ別に他のレギュレーションでもそうなんですけど、まあ別にタイプ別だろうがね、あんま関係ないんですけれども、まあそもそもこのグレード84以下というところに対してどれぐらいの 選手揃えれますかっていう話なんですよね。別に凸とかしなくてね、まあ。とりあえず今の手持ちでどれぐらい持ってますかというところなんですよね。はい、で、例えば、まあ、スタメンがオール70ぐらいで、まあ言ったら10凸、60の10凸とかで組めるとかだったら結構ね、まあスキルとかにもよりますけど、いい線いく可能性があるわけですよ。 はい。ということで、まあそういったところまでいけるんだったら結構ね、しっかりと強化して臨んでもね、面白いと思うんですよ。それこそまあ銀スパ。なんなら金スパとか。まあ狙える人もいるんじゃないかなというところで、そこまでやれるんだったらそもそも頑張る必要があるんですけれどもん、まあなんか中途半端だなとか、まあそもそもね、例えば歴が浅い人からすると、そんなにそもそも選手持ってないよっていう人も結構いると思うんで、まあそういう人からすると、そもそもね、 あの、強化したところで、どうにもならないよねっていう人もいるわけですよ。まあそういう人たちからすると、そんなにね、やっぱりね、育成使いたくないよねっていう人もいると思うんですが、というところで、まあ結構ね、これ二極化しやすいんだよね。で、一番まあ損しやすいのは、真ん中らへんの人なんだよね。これちなみに僕もね、そこに当たりそうな感じなんですけど、ちなみに今試しにですよ。 まあ僕が組んでるデッキ見ていくと、僕も真剣に組んでるわけじゃないんですけど、まあ、ある程度当てはめて組んでるわけなんですが、まあ、6万6000ぐらいなんですよね。総合力的に言うと。で、これ多分ですけど、高い人で言うと、8万、まあ9万いく人もいんのかな。まあでも8万台とか言ったら結構高いと思います。まあ、なんなら7万とかでも結構高いと思うんですよね。で、僕の面々見てもらってわかるんですけど、一応スタメンは大体組めてはいますが、 これゴールキーパーどうにかならんけ、もっと。<laughs> ちょっと待ってね。あれゴールキーパーそんなに僕、あ、バインダーに入れたんかなまあ、ちょっとバインダー入れてるかもしんないで、ちょっと引っ張り出してくるかもしんないですけど、ちょっとゴールキーパーぐらいかな。長い選手になってるね。<laughs> ちょっと待ってね。バインダーに直してんじゃないかな。ゴールキーパー。誰かいそうですけど、ニエカ選手とかどうあー、うーん。<laughs> まあでも誰かしらいるよね。大阪選手とかでもいいんじゃないあ,あまあ大阪選手でいいじゃん。これ取り出して入れとくかな。はい。っていうような感じで、まあ一応これを <laughs> 入れとくかな。うん。まあさすがにね、ちょっと待ってね。ちょっとすいませんね。で、まあ一つちょうどいいタイミングが来たので、ちょっとね、ちょっと順番、ちょっと当初よりずれますが、えー、解説がですね、ちょっと待ってね。どこに行ったあれ大阪選手あったな。 で、まあ、あとどれぐらい育成するかなんですけど、まあ、強化素材で結構余ってる人はね、ガーンって入れていいと思うんですよね。まあ、とりあえずレベルは結構大事なんでね。で、問題は次の、ここで、まあ、ここスキルなんですよね、スキル。うん、このスキル問題ね。はい。これね、個人的には、まあ、一個とりあえず解放はしといた方がいいですよね。当然、スキル発動するしないは相当でかいんでね。で、うん、まあ、個人的には、ここで止めてもいいんじゃないかなと思います、正直ね。はい。 まあただ僕の場合まあちょっと余裕があるので、ピースとかにはね、まあ解放しときますけど、まあでもこれも、まあ正直スーパーセービング2位まででいいんじゃないかなっていう。うん。これ実際ね、その2にするのと1にするのと0なのと、まあ一応多分差はあると思うんですけど、すごい大きな差があるかってやるとちょっと怪しいんだよね。うん。だからわざわざこのね、今回のね、スーパーリーグにそこまでするのかっていうのは一つ、まあ疑問になるところがありますよということでね。はい。 まあこんな感じで組んでますよっていう感じなんですけれども。まあそもそも433尾組めないというね。はい。だからそもそも僕はあんまりあれですけど。まあ僕自身ね、まあこれぐらいのデッキ組んで7万ぐらい。まあ多分高い人は8万ぐらいいくんでしょうという感じがしますけど。まあこれでもね、正直ね、銀スパ届かないんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ届くかもしんないけどね、運良ければね。 で、まあ、スーパーリーグってそもそも、一つゆえにですね、あのー、マッチングがそのリーグとかで決まるんですよ。リーグっていうのは、あのー、まあ言ったら最初みんな用意どんで始まるんですけど、まあ、順位によってね、まあ、リーグが上がっていくっていう感じですね、1日ごとにね、まあ、上下変動していくわけですが、まあ、そこである程度、まあ、言ったら同格の人と試合ができるので、あんまりね、積み込まなくても、まあ、同スパぐらいだったら結構取れる可能性があるんですよね。 まあだから、しかもこのパネストの終わった後というね、うん。まあ絶妙に育成しにくいタイミングで来てますので、まあ特にさっき言ったスキル解放とかは、まあ正直1個解放しとけば、まあそれなりに試合にはなるんじゃないかなと、個人的には思うので、まあ個人的にはまあ1個解放がおすすめかなと思います。で、使用スキルになってくると、例えばフォワードのシュートスキルとか、さっき言ったね、セービングのスキルとか、まあだって、 たら、まあ、全開放とかしておいてもいいとは思うんですけど、まあ、そもそもリーグ自体に全開放するメリットがすごくあるのかっていうのはちょっといまいち、まあ、把握しきれてないところが僕にもあるわけですが、まあ、明確にすごく変わるっていうのがあればね、まあ、当然2回放した方が得なんですけれども1回放とかでも結構戦える時戦えるんでねタイプベースとかでもねまあ基本的には0開放はまずいんで1回放は絶対しておいた方がいいんじゃないかなと思います で、さっき言った通り、あのー、まあ、言ったら今日ね、どの基準になるかというところなんですよね。どれぐらい、まあ、その、強化して臨むべきかというところに関しては、まあ、上目、上目指せる人はしっかり目指していった方がいいですね。まあ、ある意味チャンスです。はい。まあ、ただ、まあ、僕みたいに、ま、7万台とか、うん、まあ、もうちょっと下とか、まあ、6万ぐらいしかいかないとかいう人は、あんまり無理して強化。例えばもう限界突破なんて絶対しない方がいいからね。 うん、そういうのはもうやんない方がいいので、基本的にはまあある程度のとこ取れたらいいかなぐらいの、まあモチベーションで挑むのがいいのかなと思います。で、まあシュートセーバーがね、現状ないんでね、まあ結構特にフォワードかなに自信がある人。まあ特にね、あのー、去年のストレッカーのね、ウィリアン・リラしちゃったかなとかが異次元持ってたりとか、まだ他にもいるんかなちょっと僕は見気づいてないところでいるかもしれませんけど、 特に異次元系のシュートを持ってる選手はちょっとね、<laughs> 有利かな。うん。まあ有利かなと思いますので、まあそういった選手とかを持ってる人、特にはフォワードに強みがある人は、まあチャンスかなと思います。はい。どっちかというと攻撃がやっぱ強い感じになりそうなんでね。ということで、まあ今回のこのスーパーリーグのレギュレーション的に、まあ特にね、まあ頑張り、頑張る、頑張るべき人というところに関しては、フォワードにまず自信がある人がまず一つ。 で、次に、まあ全体的にですよね。これはも,うもちろん全体的に、まあある程度の、その硬さと、まあ守備でったら硬さ、まあ攻撃で言ったらある程度のね、まあ、例えばフラスル系の選手をしっかり持っててゴール前に運ぶことができるとか、まあそれぞれのポジション、それなりの選手が揃ってる。 人は結構やり込むべきなんですが、そうじゃない人はね、結構さっき言った通り、みんなそれなりのね、戦力にはなるんですよね、頑張って育てれば。なので、まあ、ある程度突出しないと、意外とね、強化した、なんてう見返りというのは返ってきにくいレギュレーションでもあるので、個人的にはね、そんなにね、まあ、自信がない、ある人以外は、うん、がっつりと育成わざわざしなくてもいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、そういうアドバイスをちょっと送っときたいなと思います。 で、どっちかというと、タイプ別とかの方が意外とチャンスがあって、まあ、それこそシュートセーバー持ってる持ってないとかも結構大きいし、まあ、その人によってはね、結構タイプがね、強みになってる人もいるので、まあ、そういうのを基本的に待った方が、まあ、個人的には上の報酬は狙いやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、今回のレギュレーション、まあ、正直、うん、まあ、逆にね、あの、真ん中の方の人が増えやすいレギュレーションなので、そこはね、ぜひ気をつけてね、まあ、意気込みとかに、はい、ぜひ活かしていただけたらなと思います。 まあ、なかなかね、スーパーリーグ、<laughs> 難しいですけど、まあ、さっき言った通りね、あの、なかなか難しいんですけど、あんまり入れ込んでもね、結果が出にくい場合があります。これさっき言った通りね、あの、マッチングでだいぶ変わるんで、例えば総合力5万の人が、絶対7万の人よりも、報酬がダメなわけじゃないんですよ。なんでかっていうと、そのマッチング、まあ、勝ち、まあ、進み、進んだことによって、要は稼げなくなったりとか、 逆に勝ち進まないことによって、意外と毎日平均的なとこ行って、それなりのね、報酬取れた。で、結局、照らし合わせると7日間あ,、まあまあんま変わんないな、みたいな。まあ、そういうのも結構あるんで、で、そうなると強化素材とか結構無駄になっちゃうレギュレーションなんでね、今回ね。まあ、グレード84の選手がなかなかね、あの、現状の環境をちょっと使いにくいというのもある、相まってなんですけれども、まあ、ぜひそういうところをね、えー、考えながら、ぜひね、1月8日からのスーパーリーグ、えー、ぜひ挑んでみてください。 まあ仕上がり良ければね、上に行くチャンス当然ありますのでぜひ、ぜひね、そういう方は頑張ってみてください。では、今回のスーパーリーグのえーまあアドバイス動画といいますか、うん、まあそういった話ね、に関しては以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここにぜひします。バイバイ。